マスクのチェンジします、第一しますね、よろしくお願いします。あれー、あと3回になっちゃった。え、見えてない、あっしゃーい、ストーップ、イエス、アリ様、いや気持ちいいこの音、やっぱり超中毒性あり。マスク洗ったんだよね、洗って最初の出演、残りベルゼロかやっぱ入ってたのかって書かれてますけど、ってことは最初から決まってたってことですね。最初から決まってさっきのおぼろちゃんのセリフが出てってことですよね、きっと。予想ですよね、ぽいですよね。でい、また玄之介、わけわかは、わけわかは違うよ、わからんこと多いよね、まだわかんない、そう、確定ではないと思うんだけどね。ここで出会い役、出会い役引かないと、この中で、あと戦う数ゲームですよ。やばい、やばい、あー弱いな、あーこれはやばいなあ、ですよね。あっちった。ワンセットだ。アリ様。発展。アリ様。そうだね。悲しいよね。このアニメを、うん、自分がちょっと落ち込んでる時には絶対見ないでほしい。鬱になる。うん。持ってかれた。おお来た。あ、殴られましたよ、ヤシャマルさん。マスク殿、見どころ来ました。よし、あった、あっさり65ゲームね。2と違うのはこの1ゲーム目、2ゲーム目でも当たるっていうね。そうですね、ダメなんだ、うわーダメなんだ、見せ場がなかったんで。お、来た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 、たたたおー、いいね、きょっちまずこれで特等技行って、あれ3回目来た、なおちゃん相手だと普通に会話が成立する、え、それどういうこと、ん、なになに、なおちゃん相手だと普通に会話が成立するんだな、普段会話成立してないんですか、え、あ、マリアまああれはね、うわあれは本当バカすぎて、あーそういう感じあのバカっぷりをどう生かすかだけ考えてるっていう激熱、そう激熱で、ここを下パネルって言うんですよいたー、おいた、月見れない、月見れず、まあでも当たったってことで、かっこいいな、この演出はこの演出で素敵だと思います。あ、赤文字出ました、あれ見れます、あーそれはもう言ったでしょう、こい、あーはー、ここで勝つだけ、あ、これはいいね、いいね、早い早い早い、あれあれ、うわー、あれ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 、ちょっと思いが強すぎるんじゃないですかね、よし、重たいんじゃないですか、やめます、え、やめるんですか、見せ場なしでやめますいや、せっかくですから一回くらい当たりましょうよ、一回くらい当ててくださいよさあ、当たんないのも当たんないで美味しいですからちなみになお、これもう続く予定なんで、続きますね、これは、はい、ほら、来た、こうやってやるんですよ、しかも勉強になります
はい、ちなみに今これ321ゲームハマって今日初ハマりでしょ、ね、そこまで行ったの。はい、上手にできました。これさっきとやっぱ広角にいたんだよな。広角中 あごめんなさい、うん、分かった、お見事ですだ、お見事です、あ、はい、そうだ、お見事ですより、うん、もう一個の方がそう嬉しきお考えいたしますの方が偉い、熱いと思いますぽいです。はい、で、はい、僕は今おげんがいるんで、はい、いますね、広角中に巻物引いて、はい、広角中の巻物は 75% って言われてます。よ、あの噂では出てるんですか。まあ 25% 引いたってことですよね、うん、まあ 25% なんて4分の1は引くからね、引きますよね。チャンスリプレイ巻物ですね、それが一番熱くはなってます。お、流れてますけど、なお今回のこの絆の歌とかの仕組みがまだ分かってないんですけど、ワイルドアイズに関してはあるじゃないですか、2セット以上、うん、この問題は甲賀忍法帳ですよね。なんか終わるっていう話も、甲賀忍法帳で終わったっていう報告が多いんですよ、うん、とっても。なので忍法帳は継続率が高い、新曲は継続確定。よし、境地の後の巻物、さすがにこれは高継続しさだって。そうなのって言ってる。え、ワールドアイズ、え、嘘、僕は2セット以上あったけどな。あー、新曲が2セット以上。新曲っていうの、水地のみこって言ってよ。あの曲2005年の曲なんですよ。あ、そうなんだ。すげえ古いから。まあでもスロッターからしたら新曲だからね。だからなんかね、ちょっとね、あの陰陽座好きとしては軽く腹立つんですよ。あー、好きよ。陰陽座好きなんだ。好きですね、かっこいい。うわあれちょっと敬意を。うわー、すごいっすね、 25% そんなに何度も弾けるんだ。だったら玄之介様でめっちゃ続くっていうパターン。ね、今369ゲームです。まだ外すか。うわー、ここで巻物引くんで、マスクのサンドは絶対乗り打ちしたくないですよ。いいね、いいね。終わんないで、終わんないで。うわー、期待通りですね。早っ。すごいですね。設定マスクのマイナスまであるみたいな。よし。一応、ここが忍法帳で勝ちました。はい、はい、まあだから結局はあれですよ、 119% とはいえ、はい、引きも大事ってことですね。大事ですね。本当本当。 25% を引くのはぜひ玄之介様のこの継続率を次の方で引いてほしい、ね、継続率ですね。弱いかな、ちょっと弱いかな、これじゃ帰ろ、玄之介。あら、あら、負けちゃいました。111ゲーム362枚、3セット。なおちゃんは3セット111ゲーム362枚でしたね。でもループだけで3セットしたのかな。そうですね、1回バッチリ作っちゃう。あ、引いたんだ。493ゲーム、まあ、500超えたぐらいかな、壇上屋敷。よいしょ、マスクド、知識はあるんだよな、知識は。バジリスクはね、バジリスクだけは。天井おめでとうだね。ええ、マスクなんてそんな毎回いつも出してないんですか。結構余る。結構余りますよ。
ここで倒したりするんだよね今回は。あーありますね。演出が短かったりするのが結構多い。その程度か高画物。どうします、これでもし負けて終わったら。ええすげえ、天井までスルーする男。書いてた書いてた、もうゲーム数書いてたよ。あるそんなミラクル。え、じゃあいつ当たんの話になるじゃないですか。もう今でしょ。じゃ違う違う、いやいや、これ大事、本当に第一天井って、これ熱い、あ、これ、あ、野球の隣国に通うのも、もう大の塩までねじ曲げる男とはこのことじゃないですか。すごいな、507ゲーム。え、今やっと、さすがに、さすがに天井脱の、はい、皆さん天井はこうなります。さっきのは天井じゃなかったみたいですね。いや今いらねえから。今いらねえから。なんで今引くんだよ。俺も忍びと生まれた。510って相当遅いな。さあ見せ場ですよ、見せ場。左視聴率上がってるよ、見せてこうって。どうしようかな、何にしよう。そっか、俺が押し順、押し順ミスしたからじゃないって書かれてます。あー、それが増えてるのかな。どうなんだ、おぼろにします。月眺めます、月。月を眺めましょうか。見ちゃったらダメなんですけどね。あ、でも源之助、まあいいか、月眺めましょう。はい、あ、眺めちゃダメなんで、そうだよ。そうなんです。ちょ、源之助にして戦いましょうか。そう、戦って、あとほら777とかあるかもしれないし、かもしれない。夢を500人っていうのもあるし、出せもしない夢を。おい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 、言うじゃねえか、愛しいよ。今念のためね、念のため嬉しき予感がいたしますって言ったからね。あ、じゃあもうあれでしょ、言ったからね、あれでしょ。まあまあ、いきなり金色で始まるんじゃないの。まあまあまあ、早くやってくださいよ。普通だった。ちなみに言っておきますけど、今マスクド森田さんは確定状態のを引いた、引いたというかハマったから出てるだけです。ここで語呂合わせで確定もあるってね。死に、死に、死に。おい、おい、おい、うわ、弱いな。大丈夫、大丈夫、弱いな、ね、え。いや、それはないでしょ。そんなことない、8で終わりって。ベッド、ベッド、ベッド、いやーって、いやーって言われ、うわさすがですね、ミラクルっぷり。これなんですよって言われてます。うわすげえ、安定のマスクド。心折れた、完全にパネーって言われ、お、来た来た、キョウチェ、キョウチェですね、うん、キョウチェリー広角に。さっきまでいたので、どうだろう、スコーンって当たるんじゃないですか。時峠か。ちゃん、ちゃんリプを引こう。おおおお、あ、強調でいきなり当たっちゃった。ジャックチェ、からの、あーだす、87ゲーム。ほら、マスクドー涙拭けよ、マスクドー涙拭けよって書かれてます。うまいなスロット、うまいなあ。あーだす、キョーチェから、はい、同色、うわー、同色、はい、同色のバジリスクちゃん。
マスクとなら外してた。全然行っちゃおうか。ちょっとなんかノリノリじゃないですか。やっぱここでちょっと盛り上げていかないとね。そうですね。おじいちゃんびっくりしちゃうくらいなやつやんないと。そろそろ眠い人もいると思うんで。そう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 。マスクとかはそう。あれ今外れ外れでした。ね。はい。赤い。やっと巻物が引けました。でもすごく通常時。ベール。ああ、一応ちゃんと持ってくれてるな。いや、あの、ね、だからさ、来るでしょ。いや、分かってるわ、今。分かっててもビビるってすごくないこれ。言った後の伊藤さんの動き、もうね、カメラをこっちから構えてた。すごかった今。やっぱすごい強力だわ、この。いやー、いい、何回もう、お、絆持ってた。はいはいはい。やっと当たった。でもやっと当たったって言っても190ですからね。うん、うまいな。さあまたしても玄之介。問題はここでどれだけ乗せていけるかですからね。そうそう、これ大事。あー、弱チェか。弱チェは一番弱い。じゃあ、テンテンさんにしようかな。お、ラブテンテン。あー、ごめん、おぼろが見たいっていう人がいた。ごめんね。ベル、ラブテンテンなんで。あー、ダメ。なんか、あのね、マスク戸さんごめんね。マスク戸さんなんかごめんね。あの、勉強させてもらってます、今日。まあ、こういうことなんですよ。リプレイからバジリスクタイム。お見事です。お見事です。青青赤。はい、はい、簡単ですね。あ、またやっちゃった。またやっちゃった。いや、もうこれやめようっつったのにな。1000人です。これ2回目ですね。はい、弱い。多くないですか。マスクドさん、他にレア情報ないですかって。な、プライベートプライベートプライベートのプライベートのレア情報、別にいいですよ、プライベートのレア情報でも。プライベートのレア情報でいいですか。はい、この前、ボヤ出しました。レア情報ですね。何それ。何でどうなってるの。あー、激アツだ。東京チェリー。いただいちった。うわー、確定。あー、なお弱チェなんですけど。弱チェ
俺今日弱者でも当たったよ。初当たり弱者だったんじゃないか。この画面すごくないですか。なんやこれ、なんだこの絵。激アツのインターホン演出。確定激アツ。すごいよね、確定激アツって。これすごいですね。うん、これキャプチャーして、なんか誰かちょっとキャプっといて、ここよろしくね。すげえ。自分たちでタイムシフトしとこうよ。いや、あ、そっか、これ別にタイムシフトしてあれば大丈夫なのか。大丈夫ですよ。なお、プレアカさんだから大丈夫です。あ、イエス。ボヤ情報で赤がボヤの炎は赤いからチェリー対応かな。なるほどね。これボヤ対応。さあ、キョウチェリーから、わあ、赤同色。あれ、キョウチェリーで当たると。あ、駿府城出ました。あ、駿府城、駿府城来ました。初駿府城。同色だからここは狙いたい。ほら、駿府城でボヤ確定ですよ、これ。ほんとだ、ボヤ確定だ。ボヤ確定ですよ。言えば出るのか。太ももてみんな、明日ボヤの話をすれば、と駿府城に行けるよ。激アツのボヤ角って書いてある。愛しいさん、これ3回目だから暑いっすよ。あ、そうかそうか。あ、キルと絆がいる。7じゃない。はい、どーん。成功。なんか青いんだ、周り。あ、ボヤですよ。すげー、ボヤやばい。同色ボヤパワー。同色。え、だって伊藤さんもボヤでしたよね、ここ。赤同色でしたもんね。ねえ、やばいな。巻物引きたい。チャンスリプレイ引けば、あーやばい、終わっちゃう。マジか。終わっちゃった。赤同色。あー、うわー。193ゲーム。76ゲーム。赤青。あ、ちょっと待ってください。何でいきますか。天然。じゃあ、なおも天然。せーの、どっちが先に泣くでしょうか。さあ、5回目だ。あ、どっちも泣く。なおの方がベルが先に減ってってるから終わっちゃう。ほら、わー、来た。これはもういただいたね。なお弱手だ。気をつけてね、音来るから。あー、分かりました。気をつけてね。でもね、自分の時の音の方がやっぱりすごいですね。そうそう、うん、そう、この距離でも全然違うから ね、 違いますね、横とこっちだと。しかもうちらちょっと塞いでますからね。そう配信の、トークが聞こえないから、お互いの。あれ、大丈夫。あー、もうこれまたこんなもん当たるに決まってるじゃない。いや、間違いないですね。え、本当ですか。あれ、大丈夫これ。あれ、なお、また弱手だ。うっそ、2回引いたよ、5回目なのに。来ましたね。うえぇ、ー、おかしいでしょ、こっちって。順番的にこっちじゃねえの、だって。なんかすいません。ちょっと終了。実戦終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、はい、まず最初が187ゲームで強チェから当たりまして、これが違うな、これ違うじゃん。こっちだ。すいません、173ゲーム弱チェからかな、当たって、赤同色から、今思えば赤同色だったから、まあ入ったのかなとか思いながら、ずっとそいで、バジリスクチャンスをいっぱい引きまして、多分最初だったんであんまよく分かってなかったんですけど、絆広角っていうんですかね、あれがついてるところでいっぱい乗せてったので、それがどんどん続いてったんじゃないかと思われます。それで一撃12セット464ゲームで1622枚出まして、その後もバジリスクチャンスを引きつつ、1回スルーしましたけど、その後もすぐ AT つながって、バジリスクチャンス、ここもスルーか、2回目スルー、3回目はつながって1セット、
まあ、とにかく初当たりは軽いですね。この辺までは200ゲーム超えずに、バジリスクチャンスに入りつつスルーしても、まあ、2回に1回ぐらいは AT に入る感じで、進んでいってました。それで、まあ、ちょっと交代したところで510ゲームこれ天井のバジリスクチャンスちゃっかり交代したところでとか言うの、マスクド森田って書いておいた方がいいですねで、まあ、最後は、6連続スルーしちゃったんですけど、バジリスクタイムに入らずというのが、まあ、あのここだけ抜かせば総じてバジリスクチャンスからの AT 突入率は高かったというのと、あと、まあ、初当たりはやっぱ比較的軽かったですという感じですかね。まあ、初当たりに関してはそこまで設定差が大きくないのかもしれないんで、やっぱりここバジリスクチャンスからのバジリスクタイムにつながるところが大きな設定差なのかもしれませんね。はい、まあ、僕手設定まだ打ったことがないので、設定6しか打ったことないんでちょっと分かんないんですけど、まあ、その辺にやっぱ特徴があるんじゃないかなと思っております。はい、ということで、じゃあなおちゃんの方のデータも、はい、お願いします。基本的に軽くて59210、これが一番だったかな、210 18 38 100みたいな感じで、で圧倒的に同色が多い、青赤赤で、次のページに行きまして、で66ゲーム6ゲーム68 69とかで当たってるんで、こんだけ軽いとこで当たってくれれば、まあ、ここ運よく続いて747枚っていうのがあるんですけど、これ以外でもちょい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 増えてはいたんですね。そして、あ、そうだ、追走がねプラス20プラス20で、ここでバジリスクチャンスを引いてプラス10とかっていうラッキーな出来事もありまして、で、最後にちょっとよろしくなかったのが、ちょっとここ駆け抜けが多かったんですよね。ワンセット行くけどっていう、まあ、これはなおの引くタイミングもろもろ悪かったかなと反省しておりまして、ユニメモ情報によりますと2879ゲーム回しました。で、バジリスクチャンスは全部で19回、同色が赤が4回青が2回で、赤赤青が4回青青赤が9回赤赤青が赤赤青が4回、うん、青青赤が9回あ青頭の移植が多くて、同色は赤が多かったです。うち、どれだ、バジリスクタイムの突入は19分の9ですね、最終的に、うん、優秀優秀だと思います。で、継続回数は最大継続は5回しか続かなかったんですけど、5回続いて累計継続でいったら23回だそうです。はい、で AT 中のバジリスクチャンスの成立は4回でしたって感じです。ということで、はい、今日はバジリスク、パチスロマックスだは今回が初でしたっけ。タイトルにこのタイトルになってやるのは初ですよね。はい、1回目ということで、まあ、次回あるかどうかはこの後のアンケート次第じゃないですか。あ、なるほど、アンケートがこの後あるみたいなんで、皆さんぜひご協力、あ、ご協力お願いします。そして気が向いたらというか、ぜひともなおちゃんの方のね、ぜひ投票してやってください。投票してあげてください。ツイッターフォローしてもらえれば、毎日なおが誘導のようにうざーくこう書くんでよろしくお願いします。愛しんのパーカーに興味津々、これだから、ま、マスクがいる、これね、多分ね、パーカーがマスクド柄なのよね。だからじゃない、だからじゃない、うん、後半伸び悩んだのは、うん、あというわけでね、これが欲しい方は楽天で探してみてください。楽天に、はい、楽天で買ったと思いますので。なんかこれ買った日に合ってますよ。あ、そうだっけ？タグついてたもん。あ、そうだ、そうだ、そうだ。タグつけていってたね、そういえばね、はい。タグついてんだよ、俺まだっつって。知らねえよって言ってました。はい。はい、ということで、まあなかなか楽しく、実践できました。打たせていただきましたね。はい、見せ場もありったりなかったりだったと思いますけども、はい、遅くまで皆さんお付き合いいただき本当にありがとうございました。また。はい。パチスロマックスダーでお会いできる日を楽しみにしておりますので、それでは皆さん、お仕事ある方は頑張ってください、はい、ない方はおやすみなさい、おやすみなさい、また会う日まで、さよなら、お疲れ様でした。